さて今日の JAL カップサッカー90、この試合の前が、前座ということで試合がありまして、ザ・ミイラというあのタレントさんのチームとなんと広島選抜 OB チームというのが対戦をしまして、まあ、今日あのこの番組をですね最初からご覧になった方、はい、小木さんがえらく汗をかいてたなと思ってらっしゃったと思うんですけどあの汗がですね、はい、実はあのその前の試合に出てらしたからなんですけど、今日 の、 あの広島県選抜 OB チームの方はすごかったですね。ですけどそうです、渡辺秀丸さんと下村幸男さんというキーパーお二人がもう全日本のキーパーといってももうと言っても失礼ですけどもね、だいぶ前の方も含めまして、まあ、大木さんも出られました。そして宮本照之さんや、まあ、あの今松野監督がやってらっしゃる今西和夫さん、はい、大木さんが出られまして、まず感想としては疲れたんじゃないですか。まああのそうですね、疲れたというかやはり負けちゃいかんでしょうから、はい結果の方はね、前半で2点を取りまして、はい、小木さんが出た後半の方は1点も取れなかったんですけども、はい、1点取られまして2対1、はい、広島県選抜 OB チームの、まあ、一応面目を立てたんですけどもね、はい、相手チームの方はですが後半になってあのクライフ監督が入ったりしまして、はい、なかなか面白いゲームになったようですね。そうですね、まあ、私があの、まあ、監督じゃないんですけども小澤さんが監督でやられたんですが、はい、あのやはり面白い試合しないといかんという、ね、はい、というようなことで、まあ、相手にも1点ぐらいは取らせてあげないとですね、なるほどね、いかんなと、ただあのゲーム最初の方を見ておりましたら、あのゼッケン番号背番号4番の大橋さんでしたかね、はい、蹴ったシュートしようとした瞬間にスパイクが外れたのがありましたよ ね、 ね、なかなかそういった意味ではこう和気あいあいとやったという感じのゲームでしたね。そうですね、まあ、向こうの方はクライフとか奥寺とか、杉山隆一とか、はいが出てましたから、ね、まあ肝心なところは彼らもやってましたしね。そうですね、それと、まあ、あのゴールキーパーの山本幸太郎さんもよくやってましたよね。そうですね、よくそのボールシュートの方も抑えてらっしゃいましたけども、その他でメンバーでそのザ・ミイラの方をご紹介しますと、あの漫画家の望月美希也さんが監督 で、 そうです、背番号ゼロで、はい、しかも出てらっしゃいまして、そしてあの俳優の寺田実さん、はい、またあの武士軍団ですね、はい、ラッシャー板前、松尾万内さん、はい、こういったあたりが出て非常に楽しいゲームではありました。まあ、あのただ前半見てと思ったんですが、前あのキーパーやってらした下村さんが前半は暇そうでしたね。そうですね、まあ年の順番に出していったんですけど、はい、意外とあの大橋さんとかですね、それから佐伯さんですね、はい、元新日鉄だったんですけども、はい、こういう方たちが、まあ、元気でありましたからね、あの攻撃はできたんじゃないかと思いますね、うん、あの終わった後で皆さんの中で例えば足がつったとか、はい、そういった方いらっしゃいませんでした。まあ一番僕が心配しましたのは、怪我がないようにすると、そうですね、いうことで、はい、散歩ぐらいはしとってくださいねということをお願いいたした1ヶ月ぐらい前から、やる前に、はい、あ、そうですか、1ヶ月ぐらい前に言ってましたので、ね、まあ、そういったところではこの怪我もなく、はい、ということですね、無事、終わったと、ただまあ、では非常に良かったんじゃないかなと思いますが、小木さんから見ますとですね、はい、まあ、あのメキシコオリンピックの銅メダルを取った時の森さんやそれから、宮本照之さん、はい、この人たちとそのプレーをしたのは感想はいかがですか。やはり、まあ、僕らもですね、数年前までは年に1回集まってですね、はい、あの静岡行ってゲームやってたんですよ、はい、ですから、まあ、大体どういうことを考えていらっしゃるかというようなことはですね、もう離れてても分かると言いますかね。あ、なるほどね、はい、まあ、そういったことで考えますと本当にあの昔の休校を温めると同時にその体も動かしたし、はい、いい今日は前座の試合でしたね。そうですね、この後、なんかいっぱいやるかいうようなことも言ってる人がいるみたいですけど、なるほどね、まあ、ですけどああいったゲームを見るために来た人もお客さんも多いでしょうからね、今日はね。そうなんですかね、うん、あのなんといっても5時半でしたかね、ゲームが始まったのが、はい、その時でもたくさんの人がいらっしゃいましたから ね、 でまた今日もこれだけのいっぱいの方がですね、入っていらっしゃいますから、はい、これだけのサッカーでお客が集まったというと久しぶりじゃないですかね。まあ、あの黄金時代を作られました桑田さんとかもね、はい、松田の黄金時代作られた桑田さんなんかも出てらっしゃいましたし、はい、そうですね、小沢さんとか、そうですね、船本とか、お名前なんかも、はい、本当言うだけでサッカーファンの方は特にオールドファンの方はね、ご存じじゃないんですけどね、そういった形で今日は前座の試合が行われまして、もう前座というのはもったいなかったんですけどもね、ゲームの方は広島県選抜 OB チームの方が2対1でザ・ミイラの方を下しまして勝っております。さて、まあ